GM チャンネルスタッフ、ゲームマーケットスタッフがお送りする GM チャンネル、今回担当するのは天下無双のゲームストライクショット、ゴエモンです。山沼です。はい、ということで、はい、とにかく、はい、山崎に勝とうと。そうね、いきましょう、サクッと。はい、はい、ということで、おい、うん、スノーマン串田、これはもういける、重力3体、うん、でいいんじゃないかと。いいでしょう、行ってみようぜ。引率のね、この串田先生が、そういうことです、もうスノーマン君たちを、そういうことです、連れていきましょうと。すべてはそこです。さあ、今日の社会見学は山竹です。そういうことでございます。いいじゃないですかいいじゃないですか最後の超絶山竹でございます。そうですよ、一周目最後長かった長かった、ここまでがね。なんで勝って山竹に何回負けたと思う。そうね、お蔵になったね、それな、うん、見せることができないぐらいの、そうね、負けを最終ボスまでは行ってるんだよ。そうね、だいたい最後に負けちゃうっていう。そういうことよ、仕方ない、悲しみ。今回はいけると、バツ一発で勝っちゃうという。今日はね、今日はなんかいけそうな気がするという日。そういう日ですから。そういうことありますよね。あります、あります、そういう日は。はい、ということで、もう串田ちゃんがね、ここで綺麗に決めて、そういうことです。これが綺麗に決まれば今回、ね、可能性ありますね。今回勝つ可能性が9割9分、高っ、9割9分、これで決まれば、あー、なるほど、これで何割、これで1分かな低いわ低いわ、1分の方取っちゃったね。あー、今のでもう1分あるよね。1分ある、大丈夫大丈夫、1分あるから、じゃあ行こう。そうね、これで決まればもう大丈夫。おっと、もうないかもしれないぞこれちょっと今日、あこれでこれで2輪とかな。ちょ、一部から、うん、9割に戻ったんじゃん。いや、戻らへんよ1輪とか2輪とか多分そのレベルやいや、戻った戻ったかな、戻った、オッケー、俺の中で戻ってるから。オッケーオッケー、まあ、野球少年のゴエモン君が言うならそうでしょ。勘がね、うん、俺の勘が騒いでるから。オッケーオッケー、まあまあそういうことも、9割勝ちっていうのが騒いでるから。オッケーです、わかりました。俺の次が串灘やから、本当はここの2体を開けときたいねんけど、だ厳しいだよね。ここを足すか。いいでしょう、いいでしょう、クリティカルも入った。これは壁から反射してのね、いけそうだよ、ね、でもいいのかもしれない、重力じゃないけどね。うん、さあお願いします。こちらね、いや今回はでもな、勝てる気はしてんねん。そういうことやね。そういうとおぉ、いい全然、うん、こういうね、こういう積み重ねが大事ですから。大丈夫ね、うん、さあ、なんせ今回ゴエモン君が2台を操ってる。そうね、2台操ってますね。ゴエモン2が持ってるキャラクターであれば、そうね、ゴエモン端末と山田門端末と入っていいってことですからね。はい、はい、結構せわしない感じで、せわしない感じで頑張っておられるので、私は何も言えない。よしよし、私はとにかく仕事をこなすって、仕事をこなしてください、こなしてくださいって、こなしてください、はい、まあ、ゴエモン先生がねいますので、立て感でいいですか。はい、倒しは切れへんかな。いろいろ試したもんね、このスノーマン、うん、オッケーの時と串灘の時と、オッケー、気になった。で、取りましょうか。で、倒すんちゃうかな、倒すんちゃう、いいでしょ、お前、はいはいはい、うん、いいでしょ、いいでしょ、2個取っちゃうあたりが、まあ素晴らしい、いいでしょ、倒しましょう。じゃあいい、あ、俺じゃなかったね、私ですよ、交互だよと思ったからね。もう完全俺じゃ、私が3枚、そういうことね、叩いてますから。はい、スノーマンをね、うん、その3体入れるにはこうするしかないと。そうだね、持ってないから、うん、私が2体も、どう残していけば、そうやね、そこで全然いいと、うん、これが下か、うん、うん、おお、残っちゃったよ。串灘で入れようかなって思うんだよ。なるほど、ああなるほど、入りにくいですよこの位置。そんな、入るかな、あ、でもそうか、そうか、縦でここに入ってもいいよ、縦薄くやって入れる、いけなくもないんじゃない、入れるね、ほら、あ、でも出たね、抜けたか、でもまあ残ったね、じゃああえて串の底に突っ込むか、うん、いいと思います。抜けて帰ってくるんやね。そうやな、あるんですね、なかなかあるんですね、はい、そういうことあるんです、そういうこと、オッケーオッケー、あー抜けちゃったね、まあ仕方ない、うん、そういうことは全然あるんですね、あるんですね、うん、なんでこれ、なんですかね、なんなんこれ、なんか流行ってんのかなうん、オッケー、素晴らしい、いいぞいいぞ、鬼をね倒しましょうということ。そうですね、あ、いい位置じゃないですかこれ、ただ綺麗に入れる、下綺麗に入れる、はい、うん、よし、いいでしょう。で俺が立て感して、うん、またさっきの模様と一緒で多分倒しは切れない、うん、けどもいいでしょうと。
最高の位置にいてくれたら最高。そうね、この辺真ん中に止まれ。あー下か。俺がゼロ総格しなので。あでも全然ありかもしれない。それででも難しくない？いけんのかな、分からんけど。それでずらしていけるんやったら全然あるけど、思いっきりグンってずらして上がればいけるとき、ね、そう。クシナタならいける。ダメージオールに突っ込んだらいったんじゃろ。あーあー下げたか。あまあ仕方ない、いければラッキーぐらいだしね。うん、これでじゃあ縦勘でいって、そうね、縦勘でちょっと狙うか。いければまあ、青鬼のね、マッチを狙ってるっていうね。そうね、古速な方法を取ろうとして、あ、いったんじゃん。あ、ちょっとちゃうな、ちょっとちゃうな、ちょっともうちょっとしたやったね。うん、はいはいはい、まあまあ仕方ない、普通に行きましょう。うん、さあ下かな。いや、左上じゃん。左上か。うん、こっちやな、ここ入れるよな。いけると思う。入れないね。ないか。おい、ラッキー。あざし、うまかったね、今。あざし、俺無理やね、これ。そこはもう逃げるしかないじゃない。逃げるしかないか、うん、さあもう攻撃してもいいけどね。あむしろね、うん、縦勘で、うん、縦勘横勘でどっちがいい。なんかさ横マッチとかなかったっけこれ、擦る的。あでもそうか、場所的にあれか、頭やんな。うん、まあ逃げるかで上に入りに入る狙う。そうね、無理か。でもいいかもしれんけど、暴れてちょっと狙います。うん、はいはい、か無理か。まあでもダメージは出たから削りはしたけどぐらいの感じか、うん。で、上のやつ倒す感じやね。そうだね、こっち倒すか。これでガーンっていけると思う。 OK、 素晴らしい、うまい。で、SS とかやつに、そうやね、打って潰そう。うん、いいと思う、全然。残すんが一番やばい、それな。ミスって一番怖い、一番怖いから。 OK、 倒した、倒したね。で、じわじわぐるぐるサッポ、そうね、ぐるぐるサッポで倒していこう。ぐるぐるしましょう。はいはいはい、いいねいいねいいね。もう一回もう一回もう一回、うん、まあ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 、これはあと5回やれば倒せる。そうね、あ、キャン出た。ただまだいらんね。出ましたけど取っちゃいそうやな。 SS ってもいいよそれだったら。そうか、頭上で弱点にガンって当てる、狙いましょう。うん、これ頭上やんな、これ横じゃないよ。 OK、 入った。ちょっと今ヒュッて移動したけど、ね、ちょっと移動したね。え、待って、クシナ倒せちゃう。来たね。でも金ハ取りたいね。ね、倒しようか。でもこれで多分、まあそうやね、変にダメージ受けるよりはいいかもしれない、うん、倒せるなら倒せへんかった時金ハ取ろう。あ、まあ、まあ、そういうことあるんだ。悪くない悪くない、はいはいはい、金ハ取ろう。いいと思います。で、頭上入れたらラッキー。うん、入れ、あ、入れないか。入れはしない。で、これ横から入って、うん、いいんじゃない。頭上カンカンして倒しましょう。これいいでしょう。これで OK、 素晴らしい。いったろ、しんちゃん。 OKOKOK、 ただちょっと位置が良くない。位置は悪いね。良くないけど、まあ山田マンが入れそうかな、はい、あ、横でギリギリ薄いか。薄いな。いけそうだけど狙ってみるか。うん、横じゃないよな。でも横、ね、いや、いや、いい勝負だね。うわ、厳しいな、これ、うん、下にパンって入れました。だったら横か、横かんでもいいや、薄い。こう、うん、左だけ倒す？むしろ、まあ、いや入れんの、これ多分引っかかってれば。あー、なんかそう、なんかその景色しか見てへんかったね。わ、うん、かる、しょうがないね。じゃあ、クシナダはもう、まあ、そこを倒すしかない、うん、か、まあ、横にこう打つか、とりあえず。そうだね、行ったら最高やけど行かへんから。うん、そうね、いいでしょう。はいはいはい。で、縦を壊しに行ってもいいねんけどな。そう、ね、難しいか。多分一回じゃ倒せんもんな、うん、上の縦は硬いし。反射に倒したら SS かなんかで。俺じゃない、あ、俺か。そう、倒ドーム上のやつ。うん、上のやつなんか一回潰しといて 2打目で潰すっていうのはありかもしれない。2打目、あ、反射印を倒す。縦じゃない、反射印を。あ、縦にする。でも反射印超痛い気がする、ね、反射印痛い、だいぶ痛い。多分固まってるとこ打ってくるから、そしてでもいいかもしれない。そう、めっちゃ痛かった気がするんだよね。まあまあ入るな。そうで、俺が縦で下をこう、ここ剣取って上のやつ潰すもありやり。あ、ワンジュして、ワンジュして、こういうこと。そう、ワンジュで縦を壊す。分かった、じゃあそれでいこう。アップして全然あり。
まあ、20からの。オッケー、素晴らしい。倒した。オッケー、オッケー。倒したね。オッケー。いいでしょう。さあ、私も。またまた。さあ、立て起こしたい。そうね。SS で潰すか。そうね。下かな、入りやすい。一発じゃ潰せないんだよね、確かに。そうやね。そこやんな。まあでも、ダメージ与えとくと。そうね、そこで与えるしかないね。はいはい、で、次の櫛で、うん、横関しながら下がろうか、こう。そうやな、それしかないよね、スピードアップして、うん、あーでも縦に入りってもいいけどな、こういくか、狙って狙って、どっちみち多分縦が壊れて、壊れない、あでもスピードアップした、これで壊す、あーマジか、壊せない、壊せない、ただ多分超怖えと、耐えるべ、うん、超怖えと、横関か、うん、ゴエモン、私か、とりあえず、うん、倒せよ、これ絶対とりあえず潰そう、で、キーハー俺が次取りたい、うん、おお、なるほど、あ、俺じゃないんか、次も、次も俺じゃないんか、私入れるか、いった、素晴らしい、最高最高、ただこれ多分、うん、あと何ターンで、あー大丈夫か、大丈夫なやつかこれ、はい、私引っ張って、バルカ引っ張るか、こう入って回るか、そうだね、どっちがいい、引っ張るか引っ張れへんか、うん、厳しそう、でもそこで倒せてたら結構楽、こういって左の壁入りたいよなそれすごいね、入ったら相当すごいと思うけど、無理無理か、やめとこうか、下にいるのも吉じゃない、ここに入ってってことね、うん、うわーし、ありがとう、ありがとうございます、待って、真ん中色、さあやってまいりました、真ん中に色、意味がくる、櫛灘がはまれ、はまってろ、はまれ、はまってない、はまってないけど行くしかない、また手、いやでもさ、俺どここにこう行ってもさ、ジョグトロフってなりそうだよね、ゆっくりなりそうだよね、 3P のやつが結局やから左潰せそうやもんな、そうなんだよね、で 1P が右潰せるから、これで行ってみようか、とりあえず、そうやね、賭けやね、それで行けたら超でかい、惜しい、惜しいけど、まあまあまあ仕方ない、で、それで 3P で絶対に間に入れば、縦やね、縦じゃない、左じゃない、左か、左、そっかそっかそっか、こっちで入ればいい、そうそうそう、入って 1P が開くから見えねえ、そう、でもこれで倒せば超でかい、よし、いった、素晴らしい、で 1P で入る、うん、これいいぞ、これは超いいぞ、 1P で入る、全部俺やないかーい、そう、これはもうね、俺ちょっと前から思ってた山竹の攻略法の一つ、最終手段、 OK、 素晴らしい、素晴らしいぞ、これは来たぞ、これで俺回る、櫛灘回って金ヘッド出ちゃったな、まあでも、まあぶっちゃけ取っても問題ない、この HP 結構きついし、上に入りたい、上に入りたいね、やっと行け、そっちか、でも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 、まあまあ悪くない悪くない悪くないよ、 OKOK で、櫛灘上にいたいよな、そうね、上にいたいね、極力みんなで回るために、で、剣とか取れたら最高じゃない、まあね、ただ角度的に無理か、いけるか、スピードは無理か、あ、いけない、まあまあまあ全然全然、で、回し、回そう回そう、回れへん、いや、いける、いった、オッケー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 、十字、きついうん、まあ、ま、めっちゃ回復しててよかった、うん、回ろう、左からかな、そうね、いけるね、いけるね、抜く、飛びはしんかも、いやでも次いける、山田もオッケー、飛ばしましょう、串拾いたいけどな、いけるかな、串拾いたい、うん、でも串拾ったら回れへん、でもさ、その串の位置ってめっちゃ良くて、あ、そうか、次か、うん、でも、あ、当たりたくないねんじゃん、まあぶっちゃけ言うと、でも無理ちゃう、当たらへんかったら多分、そうね、抜けるよ、オッケー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 、これぐらいなら大丈夫じゃんか、串を戻してくれ、串を戻してくれ、大丈夫、ギュッてなるんじゃない、ギュッてギュッてなる、ギュッてなれ、ギュッてギュンってなり、ギュッてギュッてちょっと上行け、ギュッてノーギュンか、ギュッてまあまあまあ多分いける、上が上がんでいける、上がんでいける、これでいけるかな、いけるいける、行ったはず、絶対行った、オッケー、行ってる、よし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 、素晴らしい、最高の、素晴らしい、最高の、素晴らしいですね、素晴らしい、いいぞいいぞ、しかもこれは横間でいいんじゃないか、飛ぶんちゃう、これ行くんちゃう、これアップしてるし、横間で行けんちゃうか、
いってるぞ。ダメージはまあまあ出ましたが、全然全然いい。はい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 、いいぞいいぞ。どうしよっかな。上に入りに行くんちゃう、こういく、大丈夫かなあれ HP こっちの、うん、いやーどうなるな、これ。多分次はまだ大丈夫なんだけど。そうね、行くか。そう、でもそこしかないんちゃう、むしろ。そうやね、もう そこしかない、そこしかない。オッケーオッケー、もうそこしかなかったもん。うん、俺が1個は取りたいやん、うん、絶対取ってもらって、うん、で左に、右、左じゃん、右に入ったよな。うん、多分入ったら取るもんな。うん、よっしゃ、オッケーオッケー。うわー、やったー、やったー、うわー、やったー、やったー。なにこれ、俺最高や、今の。なにや、今の。多分入ったら取るもんな。うん、うわー、やったー、やったー。もう絶対落ちるやろこれ。これもう2で張ってるもん。強くてどうなん、わからん。これはちょっと来たぞ。行くぞ。ちょっと待って。頼むで。追憶ってどう？とりあえず、まあ、最初で落ちてくれたらもう神なんだけど。わっし！ハッピー！山田マン、俺はお前をここまで尊敬してる。俺マジでここまで尊敬したことないわ。俺ちょっと今自分でも自分を尊敬してる。山田マン、お前はかっこよすぎるわ。すげえな。よっしゃー、山竹。ちょっと待って、一回確認しよう。これで、仮によ、仮によ。初回ボーナスが。ほら、ないよ。ないやん。やばい。あ、え？あ、ちょ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 。いや、落ちてよかったよ。やばい。水浴やばいな、じゃあ。もし、今のノーマルなかったら、奇跡のショットだけで終わってたよね。だよな、そういうことやな、多分。終わったら。怖い。やばいな、もう。なかった。500万出したよ、最後。いや、これが俺の実力か。狙ったマッチじゃなかったけど。そうね。はい、ということで、はい、ヤマトタケル、うん、クリアできました。ありがとうございます。つまりは、うん、ついに超絶1周目やっとクリアしました。やってましたね。よかった、やって、やった、今日やってよかった。やってよかったね。ほんまによかったわ。ほんとに夜まで頑張ってよかったね。よかった。はい、ということで、はい、この動画良かったと思ってくれる方は高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ぜひぜひね、皆さんもこういう戦いもできるよっていうことをね、はい、見ていただければ。そうですね。はい、ということで、はい、今後もね、頑張っていきますんで、うん、ぜひぜひ応援よろしくお願いします。ということで、本日はここまで。また次回お会いしましょう。さよなら。みんなも挑戦してみてね。バイバイ。バイバイ。新機能実装。 iPhone での課金が実質 6% オフになる方法が登場。ゲームの課金は GM コインで。 GM コイン